This is the famous Kodak Theater where the Academy Awards are held every year. And it'll be held here very soon! 第82回アカデミー賞が間もなく開幕。授賞式につきものなのが、レッドカーペットを歩くスターたちの華やかな衣装の共演。実はそんなセレブたちも利用するという便利なお店があるんです。今日はレッドカーペットで着れるような素敵なドレスを探しに来ました。Let's go check it out! ここはハリウッドセレブ御用達の高級ブランドドレスをレンタルするお店。買うと一着数十万円もするドレス。しかし授賞式やパーティーに何度も同じ衣装を着ていくのはちょっと恥ずかしいし、だからといって何着も買ってはいられない。そんな方のために高級ドレスを低価格でレンタルしているんです。こちらにあるのは全てイブニングドレスです。こうしたドレスは豪華に見えるため、セレブにはまずここを見てもらうんです。色も時代もスタイルも違う種類があるので、どんな好みにも対応できますよ。こちらのヴィンテージドレス、ベルサーチの70年代もので、シャエルが同じものを着ていましたが、世界に6着しかありません。何か問題があれば、デザイナーに直接直してもらうので、ヴィンテージなドレスでも新品同様、常にいい状態に保っていられるんです。そうね、これもぜひご覧いただきたいドレスよ。ちょっと持ってみて。すごい重いです。買うと日本円で60万円ぐらいかしら。中古なのにですよ。でもレンタルだと1万5000円で済むの。お得でしょ。セレブのドレスがこの値段だから、みんな私のお店に来るのよ。例えばラスベガスに行くならこんなのはどうかしら。今注目のマーク・バウアーのドレスなんですよ。私はペネロペ・クルスが大好きなので、好きなドレスを勝手にペネロペドレスって呼んでるの。全部貸してね。なんだか彼女に似合いそうでしょ。こちらのお店では靴以外、本物の高級アクセサリーや装飾品、バッグまで全てレンタル OK。 うわ素敵。うわ超素敵なドレスです。このドレス実は授賞式のためにすでに予約済み。誰が着るかはお楽しみ。レッドカーペット大丈夫かな。女性にとってファッションはとても大切。私もいつかハリウッドセレブみたいにレッドカーペットを歩けるといいな。メロリー横のレポートでした。いやロス行ったんだ。はい、行きました。ねえ、はい、いつもね、知らないうちに海外、すいませんね、なんか忙しい中ね。はい、いやドレス姿素敵だったよ。ありがとうございます。どっかでレッドカーペット行きたい。ああ、全然違和感ない。